注水に搭載された特漁2号。外見は目163等に搭載される HWK109 から5 0 9のエンジンに告示している。後ろには切り離し式の車輪も写真も見える。特漁2号特漁2号とは注水の原動機で高温バルター機関である。KR は薬ロケットの頭文字である。ドイツから戦略物資の見返りとして E29 線で運ばれ、シンガポールで降りた技術者が空路持ち帰った HWK109 から509の部分的な資料を参考に開発された。濃度80%の過酸化水素から構成される抗液を酸化剤にメタノール57%、水化ヒドラジン37%、水13%のおつ液を混合させることにより化学反応をさせるというシステムである。 また安定剤剣反応促進剤として、公液には、オキシキノリンとピロリン酸ソーダを、オツ液に、同ウアンカカリウムが加えられた。混ぜるだけで反応する、自己着火性推進剤で安定した燃焼のためには、一定比率で混合する必要があった。推進剤噴射装置には、後年、アポロ計画で、月着陸機の月着陸船用加工エンジンで使用された。 ピントル式噴射装置と同じ原理で作動する噴射装置が使用されていた。1945年6月に完成した一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。